みんな見て、一番右モスラスキン。いやー気持ち悪いよ。こんにちは、シュウです。お、私の隣にメロンくんスキンいる。私これ弱いんだよね。これ生存意識でいくわ。なんか変に攻撃してヘイトっていうのかな、ヘイトを買わない。そうだね、もうこのまま私誰にも邪魔されないで生きてくね。さあ今誰にも喧嘩売ってない状況だね。もうクラスのみんなに慕われるムーブしてるね。もう困ったら週にトイレットペーパー借りようみたいな、それぐらいのいいムーブだね。さあいいよ私これ。エモートもしない。あぶね、エモートしたらあいつやばい。あのアンガールズスキン、あ何やってんだ。あここにいよ。やばい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 、あいつ落ちたね。やばい。さあ耐える。私マジこれ弱いんだよね。結構天才的な。やばいやばい、あぶね。やめようみんなそうやって私狙うの。もっといや攻撃する。いや私こうヘイトを買うプレイはな、うまかったらやるんだけどね、うまくないからやんないんだよね。サインじゃない？みんな、やばい！これは私、月中、狙うわ、そこ。エンシェントアタック。重すぎるわ、私。やばい！危ねえ！さあ、あいつ私狙ってる！やばいやばい、避難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 。お金持ちの友達んちに避難して。お、やばい！それやめよう、私。危ない！一回やめよう、一回やめよう、一回冷静になるぞ、お前。はい、クリティカルザマン。オッケー。は、え、今落ちなかった、あいつ。え、嘘でしょ、この子。この子応援しようか、私。この子に勝ってほしいね、私の泣き分まで。頑張って。もうあっけないやられ方は私許せないよ。また復活して決めならできる。3体いるとやばい。3体いる。これあれなんだよね、私の落ちる率 95% なんだよね。これ多分みんなやられる気がする。ワンチャン全員全滅ルート、本気で生き延びる私。でこれ生きてる人いないんじゃないかな、それぐらいの難易度だと思って。みんな1分9秒逃げ切る私。風を利用しようか。お前やばい、なんか私追跡されてない。影薄いムーブでもう常にこのサイたちの死角を常に動いてよ。止まってたら多分やられちゃうから、常に動いて、これ多分だいぶ落ちてるわ、みんな。これマジ生き残りたい。本当に生き残りたい。今シーズン一番生き残りたい。オッケー。みんな真ん中にいるね。真ん中、やばい！真ん中が熱いのかもしんない。ただ、やばい！あのサイは私好きすぎ！餌は今日私じゃない、係。お前あいつ私殴打つけてないからね。お前さ、それ通報するよ運営に。マジで通報するボタンあるんだからね。もう10秒はい頼む。おマジ終わってほしい、マジ終わってほしい。この際キモすぎ、終われ嬉しすぎる。後で通報しよう、この際一人狙いされましたって。だって狙いすぎだもん、明らかに。これ結構落ちるんじゃないかな。私の予想だと9人だね。9人、見てて。まあ、死者5人して9人です。お、私いる。今、下に私いたね。さあ、私昔バレーやってたからね。体育の授業で。私の、すごい。サンライトサーブ、いきます。これ相手ガチ強いわ。ここまで勝ち上がってきたってことは。でも見て。相手の、あれ見て、相手の、先っちょが角になってるから、判定がすごい難しいと思う。すごい細いもんね。A リランだもん。オッケー。もうリランとか究極進化しないのかな。いや、うますぎるよ、私。いや、ここで煽りプレイは絶対やっちゃダメ。失礼、相手に対して。絶対、よしいや、よしうひょーひょーひょうひょーひょ。いや相手うまいわ。低い弾道で攻めてきてる。こういう私のこのポンワリボールだと入んないと思ってるんだ。だからすごい攻めに転じてるね。うひょ。いやこれはもらったかな。ちょ、運が良かったかもね今回。この人ガチ強いわ。なんか私が運よくなんかいいところに落ちてるみたいなとこある。さあ決勝行こうか。これ今12人いたから、まあ6人だね、勝者単純に割る2にして。いやー、今落ちてなくない？
いや、ちょっと今日運営さんに。さあみんな6人になったね。決勝戦何が来ても勝てるね。止まるな危険か。やるか、あの殿下の法廷。いや、殿下の法廷やってもいいな。どうしよう、一回も成功してない私の大技があるんだよね。やんないでいくわ。これはあれだね、人数が少ないから実力ゲーになるね。さあみんないい感じだね。これやばいわ、見て上の人数、5分の2、2人落ちてるね。これ上にまだめっちゃ人いるわ。上にあと何人だ、3人か4人いんのか。3人かな、私入れてないから。これマジやばいわ。お前それいっぱい使うね。熱い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 。見て残りは私の上に2人ぐらいいんのかな。いや、ここはマジ省エネ戦法。ここでいかにこの黄色パネルで滞在できるか、これが今日の鍵を握るね。ネクストコナンズ権威。黄色いパネル、ごめんなさい、何でもない、こうカットで編集の手頼んだよ。さあどうする、あっちまだこれ上見れないんだよね、これフォールガイズの視点上。これが最大上向き目線だね。いや、これ絶対いるわ上に。いや鍵ある、見て、うーわお前、オッケー。いや、ここでこう出る、この今もうこれが最上階だね、我々チームが。このプリティ3人組が、このプリティ、何そのダイビング技。いや、これ下を見る、いや、これ早めに下降りてこのブルーレッドホワイトゾーン切るわ。いや、これガチやって頭良すぎ。いや、これ負けるな、あいつのあれ使っちゃおう。お前それは敵が使っちゃうぜ。やばいやばいやばい、はいはい、頼む頼む敵、ここよっしゃよっしゃ。いや、うまかったね、これはさすがに。よっしゃー、嬉しい、あつき。あの、サイだけ通報しとくわ。あれ、通報ボタンこれなかったっけ。あ、自分優勝すると通報できねえんだ。お、これなんかね、TikTok か YouTube で見たね。なんかすごい、左スティックかな、お、ぐるぐるゴロゴロやると、なんか高くジャンプできますよ、みたいな、この風を使って。それやってみようか。これあれかな、さっき私優勝したから強くなってんのかな。これ前も言ったけどね、なんかレートは別に数字に出ないんだよね。あなたのレートは3900ですよとか出ないんだけど、内部的にはレートいいな、レートあるらしくて、だからね、今の1回の優勝でもしかしたら周りが強くなってんのかな、それとも1回だと変わんないのかな、そこどうなんだろうね。これレートあれかな、みんな出してほしいっていう人と出してほしくないって人いそうだね。え、どうだろう、私はね、いや出してほしい気もするね。出してほしいとなんかそこの数字にこだわっちゃっていけっガチになっちゃいそうじゃない、その、これは結構楽しくできてるけど、もう数字が出ると、うわ、マジかよ、負けたよ、みたいな。あの、スプラの A 対 B 対 X 対みたいな。おー、すげえ。私やりたいのはね、あ、ここで風もらえるんだ。熱いね。この次だね。この次でさっき言ってた、そのスーパー、ウルトラ、ハイパージャンプ見せます。できるかな？私も、動画で見ただけで初めてやるからね。左スティックをどうすればいいか書いてなかったんだよね。くるくる回すのかな？いくよ！おー、え、今いいんじゃない、すごい、すごいね、あんな感じで、あって、あんな感じ、もう一回やろう、もう一回やろう、なんかね、左スティックを下に押してるね、下に押して、すげー、左下に押すと、なんかね、風が結構長い時間受けられるね、ただその分だけあんま前に進まないみたいな感じはあるかもしれない。やばい。これあつきゴールできるかな？いや、できるね、あつきなら。オッケー。これ、待つわ。この冷静な立ち回り。いいね。面白いね。やっぱこまめ情報とかあるよね。TikTok とか Twitter。誰かそれまとめてる動画出してほしいな。全部一気に。それ見れば全部攻略みたいな。来た、ボタンバッシャーズ。ボタンバッシャーズってめっちゃ言いたくなるよね。バッシャーズ。ばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃんとか。この濁点音ってすごい弾けるよね。ぼーちゃん、ばあちゃん、ボタンバッシャーズ、ボタンバッシャーズ、ボタンバッシャーズ、北アメトークのコース。いや、久しぶりにやるな。これマジ久しぶりにやるな。リアル今年初めてかもしんない。パソコン版だってやったことあるんだけど。さあ、これ1対1だね。1対1で、ボタンバッシャーズの、ボタンバッシャーズした方が、ボタンバッシャーズなんだよね。まず、これ風もらうわ、私。いや、風吹かねえし。いや、これどうやって上行くの？いや、そっちか風吹いてんの。まあ、あの子にあげよう。やばい。いや、これ2点あの子、オッケー。これ、この、黄色いボタン押した人勝ちだからね。やばい。やばいよ。飛び込む、あつき。これ、あつき。オッケー。さあ、2対2だね。2対2。
で、やばい、これで3対2。やばい、君にはあげないよ。オッケー、4対2。いや、この地道なテクニックの差が生きてるね。いや、これはもう勝ったかな、カットで。いやー、でもいいな、チキ悪くない。うわー、すごい名前にしているな。みんな見えづらいでしょこれ。スイッチなんかつきね、この対戦画面はね、この動画今撮ってる時は見えるんだけど、私の動画は実際 YouTube で見たら、この人の名前ってめっちゃ見づらいでしょ、 YouTube の画面上だと。だから今私もすげえ変な名前いた人みんな見えなかったと思うんだよね。どんな名前かっていうと、坂上忍の上乳首だね。唇で乳首ってなんかいろいろあさっちゃった。上唇で、ね、坂上の上唇ってなかなかいないよね。すごい。あ、これ下唇、うわ、わかった。これ多分カップル同士なんだよね、やってるのが。で、男の方が上唇で、女の方が口してびるになってんだよね多分。うわ、そういうイチャイチャプレイだ絶対。やるね。まあ、とりあえず、お、なんかね、何、なんかね、あれだね、スプラトゥーン今日5周年らしいね、スプラトゥーン2。あと、なんか10月ね、8か9かな、今年の。なんか、任天堂さんのイベントあるらしいね。で、そこにはスプラトゥーンの大会とかも多分あって、あと何の大会かな、マリオとかの、マリオカートとかも大会もあるんじゃないかなっていう。え、面白そうだよね、普通に。あれ、オンラインでも見れるのかな、YouTube 配信とかで。なんか、マリオカートの大会とか全然ないじゃないですか。まあ、スプラトゥーンの大会も全然ないんだけど、それ大会見たいよね、私。みんなのなんかゴッドプレイみたいなのが当たんなかったな。普通に見たいなって思っちゃうね。さあ、悪くないね、私。ここ難しくない？普通に。オッケー。さあ、めちゃめちゃいい。かなりの高順位。結構皆さん強くなってくるもんね。オッケー。あ、上に唇見に行こう。おー、すごい、あっちの隣の人。あ、いた、みんな。あ、生きてる、坂上忍の上唇。どういうネーミングセンスでそうなるんだろうね。まあ、勝つよ、私が。うわぁ、マジかこれ弱いんだよな、マジ弱いんだよな、これ、尻尾に。お、おじき初代尻尾持ちだ。え、絶対あげたくないんだけど、これ、尻尾。あ、いるな、坂上忍の上唇。いや、これ絶対キープしたい、ゴールまで。いて。絶対みんなにあげないからね。2個持ってたら1個あげるけど、1本しかねえんだ、あときも。やばい。いやぁ、しょうがない。いや、お前待てよ、マジで。お、くっそ。この、力士から、すごい、私、根深いよ。お前、オッケー、いい。さあ、頼むからみんな、とんのやめようかな。マキシマイザー田中。マキシマイザー田中に隠れてよ。お、やばい。うわー、取られちゃった。触るな、マキシマイザー田中。これ、坂上忍行くわ、私。いや、でも、いたな、坂上忍。ここで坂上忍の上唇をやると、まあ、決勝で会えないんだよね、坂上忍の上唇。オッケー、いや、ラッキーチャンスボーイ。はっ、オッケー、ラッキーチャンスボーイ。やばい、坂上忍の上唇来てる。お前、やばい、なんかすげえストーカー来てる、みんな後ろに。絶対あげない、残り26秒。頼む、いや、ここ行こうか。この激エムファンタスティックエブリデンのとこ行こう。ここ、私の安全地帯。うひょうひょうエリア通称。やばい、頼む頼む、残り10、9、8、7、終われ、6、終われ。見て、あっちの頭ぶつけてる。嘘でしょ、みんな。最後の最後で取られちゃった。うーわ、しかも上唇生きてるし、うわ、ガチショック。しかも行きたいかもな、リアルイベント久しぶりじゃない、任天堂さんの。なんかあんまり見ないね。でもマリオカートの大会って私知る限り初めてだね、公式でやるやつ。まあ、あったのかもしれないけど、なんか私あんま知らなかったね。なんかスマブラも、なんかすげえ、なえ、すごい、みんな、ええタイムマシンある、あそこ。ちょっと、やばい、みんな目捨てて、みんなやばいって、みんな目悪くなっちゃう、こんなとこいたら。やばいって、みんなほんとごめん、ほんとすまん、親御さんに合わせる顔がね。入るよ、ここみんな。ああ、やばい、みんなフォールガイズ
ー、マジで目チカチカする。これがお前やばいってマジで。これ私だけなってんの？みんななってんのかな、登場人物。すごっ。いやマジで具合悪くなるわ、あんなずっと見てると。ちょ、すぐゴールするね、このステージ。すまんね、みんな。オッケー。頼む！ゴール！